下諏訪の、駅前ですね、ここにあるアムール一ノ瀬さんは、お菓子屋さんです。洋菓子屋さんですね。駅前、商店街にちょっと行きたいと。今日は1日ということもありまして、諏訪大社に行く人でごった返しております。普段からこんなに混んでたら商店の人は非常に喜ぶんでしょうけど、一番大きな工場としては日本電産の産日本電産産業さん、この通りはもう完全に正月モードなので正月飾りな。私たちはさすがに、休んでるみたいなんですけど、このシチューのお店、アロンジーさんとか、ちょっと店の名前忘れたんですけど、鶏料理を食べさせるお店があって、そこが割と駅前では有名なお店です。店長さんは休みなんで周永さんがいるだけ。あるんですけど、今年はないです。実際にこの柱は以前の諏訪大社とかにある御柱の一世代前のやつがここに飾られます。本柱が見えなかった人はここで見るのが見えるんですね。昔は全盛期は渋谷より人が多かったっていう噂があったそこのとかやってるツッコミがありました。そこが乗ってるなってます。駅前から、温泉もあるし、神社もいくつかありますね。というのは、この辺の、この辺の道を全部含めて三角八丁として最近は踏み出してますね。